皆さんおはようございます。手に持っている本は今年ですね、今年の5月6月に鹿児島のカテドルザビエル教会で聖霊による生活セミナーありました。ご存知のようにそのセミナーは7週間のセミナーです。毎週1回みんな集まって話を聞いてからその小グループでそれについて分かち合います。その後帰ってから毎日1週間の間そのテクストの中の聖書のことを目想します。ですから聖霊による生活セミナーは7週間毎週1回のセミナーではありません。49日間の目想会です。そしてもしミッサが最後にあればそれは50日間の目想会です。私たちはその時40年前に小林司教様が翻訳したテクストを使いました。その時私は7回プラス最後の3つの説教の話をしました。And, 彼らは専門家のビデオの DVD、CD の人を頼んで、彼らはその毎週の DVD 作りました。And 私はそれならそのテクスト、私は毎週出したプリントをテクストする方がいいと思いました。ですからみんな手に持っているものは毎週私は出したプリントです。その本だけ読めばその話の意味が分かりません。それ皆さんはそのプリントを持ちながら話を聞きました。ですから今日と明日とさって私たちはそのセミナーに預かります。けれども50日間の黙想会ではありません。ある程度3日間の黙想会ですが、セミナー、研修会のようです。この普通の聖霊による生活セミナーの時、その講話より一番重要なことは小グループでの分かち合いです。他の人の体験聞けば、へえ、すごい体験。そう、彼ができるなら私もできるね。という、その証しです。今日は、その第一の話はちょっと短いから、そう私たちはちょっと隣の人に12時までちょっと分かち合いましょうか。セミナーの最初の話はいつもちょっと短いです。多分50分になるかもしれません。ですから始めましょう。So, 最初のセミナーの話は神の愛です。And 神様の愛をいろいろな面から分かることができます。理解することができます。例えば、第一は神が私たちに話された事実から、もしあなたが遠くで誰か見て、ああ、嫌な人ですと思ったら、その人と話したくないでしょう。その人が、ああ、うん、いいね。じゃあ話しましょう。それだけで私たちは神様の気持ちわかる。私たちに話しましたから、私たちのこと、好きです。少なくても好きです。愛しています。私たち神様の子供だから。
So, そのことだけで神様の愛を分かっています。神が私たちと愛の契約を結ぶことを望まれた事実から。神様は数回旧約聖書の間契約を結びました。契約は結婚式と同じぐらいでしょう。英語で契約という言葉は2つあります。法律的な契約と愛の契約。法律的な契約はコントラクト。愛の契約はカヴェネント。違う。私たちはカヴェネント、愛の契約の言葉2つの契約のためにだけ使います。結婚式の夫婦の契約と信じた神の契約、洗礼式の時に。その時私たちは自分の全部大体。結婚式の時2人はするでしょう。洗礼式の時、神様も私たちに全部与えることを約束しました。私たちが受け入れることができるぐらい。ですから、契約、聖書を見れば2つの部分でしょう。旧約聖書、新約聖書、古い契約の聖書、新しい契約の聖書。その新しい契約はイエス様が十字架上で結びました。ですから契約だけで結婚し、神様私たちと結婚したいんですという意味です。一番深い結びつき欲しいんです。そして私たちは神が私たちのために人間となって十字架上で亡くなられて事実から分かっています。それはすごい。クリスマスの説教の時、私は時々これを使います。ある神父は神様の愛についてなしたかったですから、どういうふうに説明しましょうか。アキちゃんが来るでしょう。じゃあ、彼、アキちゃん呼んで、彼を使いましょうか。そう、ミスの時、席の時、神父様が、じゃあ、アキちゃん、どうぞ前の方に来てください。みんな、これは何でしょうか。そう、アキちゃん出て、そして、アキちゃん、あなたが一番好きなものは何でしょうか。家族が考えていました。おばあさんと言うでしょう。お母さんに言うでしょう。誰でしょうか。アキちゃん、私は一番大好きなものは私の犬です。みんな、シムソン、どうしよう、どうしよう。そして、じゃあ、アキちゃん、一番大好きなものはあなたの犬ですね。じゃあ、もしあなたは、もし犬が、寂しいなら、あなたは犬と遊びますか？はいはいはい、もちろん遊びます。もしあなたの犬が食事なくなったら、どうするでしょうか？例えばもしとっても寂しいの場合には、あなたは犬のために犬になりますか？遊ぶために、私は自分の犬のために遊ぶために犬になります。大丈夫。そして、じゃあもし食事完全にないなら、餌なくなったら、あなたは犬のために餌になることができますか？餌になってもいいですか？犬のために。餌、嫌ですと。それはクリスマスの意味。キリストミサ。クリストは人間、神が人間の子になった。ミサは私たちの食事になった。クリスマスの意味です。それです。ですから、神が
私たちのために人間になったこと、本当にそれ以上は愛、それ以上は十字架上で亡くなられたこと。本当に。ですから信仰で私たちは神様の愛と分かっています。旧約の時代、洗礼者ヨハネまでの時代はそのぐらい神様の愛分からなかった。私たちは毎日神の愛を体験することができます。特に神が私たちの祈りを聞き入れるときに、そう私たちはこのセミナーの間、それについて深く話したいと思います。どういうふうに祈るか。けど神様の返事を体験すれば、本当にすごい体験です。神様は私を愛しています。And, 聖霊による生活セミナー、に預かるとき、5週目は私たち満たしのために乗るでしょう。And, 普通の人はそのとき意義の賜物をもらいます。And, 初めてそのとき意義できることによって、神様は私を愛しています。具体的に体験しているこの不思議なこと。そして次は神の愛は私たちを創造された理由からわかります。どうして神様は私たちを創造されましたか？それを説明するためにちょっと話を読みたいと思います。数年前にとっても貧しい国を訪問した家族がありました。プリントに本に書いていません。その家族がそこに滞在している間、一人の少年に出会いました。この少年には家族がなく、お金を作るために盗みをし、ゴミ箱から残飯を漁って食べていました。その少年は何も持っていませんでした。家族の人たちが彼を見て非常に怖いそうに思いました。彼らはその子を養子としました。それは彼を自分たちの家庭に迎え、生活と愛情を共に分かち合いたかったからでした。神が世界を作られる前には、神だけが存在していました。神は一人の家族として存在していました。すなわち父と子と聖霊です。ご自身のうちで、神は完全に幸福でした。神の命は愛と自分の与えることでした。しかし、神は非常に幸福であったので、自分の生命、その幸福を他のものと分かち合いたいと望まれました。怖いそうな少年を養子としたあの家族の場合と同じように、神は自分の幸福のためには他の誰をも必要としませんでした。神はすべてを持っておられました。しかし神はご自身の幸せを分かち合いたいと望まれました。そこで神は創造したのです。神の愛を受け、それに応えることができる被造物。霊界では天地を、物質界では人間を作られました。その理由で神様は私たちを作られました。ご自分の幸せ、ご自分の命、生命、私たちと分かち合いたかったからです。永遠に私たちはその恵みを体験します。神の愛。次は、神の愛はその約束された
恵みで理解できます。And 今日の主なテーマは、神様の約束を見ることによって理解する神の愛です。神様は旧約の時代からいっぱいの約束をなさいました。So, 神様の第一の約束は何でしょうか？その第一の約束は、私たちはあるところで完全な幸せにおいて永遠に神様として住むことでした。それは第一の約束でした。どこでしょうか？私たちは人々に死んでからどこに行きますかと聞けば、普通の人は私は天国に行きますと言うでしょう。And 私はじゃあいつまで天国にいますか？え？永遠に天国にいるでしょう？ねえ、それは他の宗教の話です。他の宗教の考えです。それはイエス様が教えたことではありません。イエス様が私たち死ぬとき天国に連れて行くと言われた。私たちは永遠にその場所にいません。世の終わりには私たちは死者から生き返られて、そして新しい体をいただくでしょう。そして新しい体のために新しい物質的な世界必要です。天国にいる人々は何人でしょうか？天使たちは何億人いるでしょう？人間は何人いるでしょうか？二人だけです。なぜなら人間は体、霊、魂。霊魂たちいっぱい天国にいます。けど体を持っている人、霊魂は二人だけです。イエス様とマリア様。ですから私たちは世の終わりまでだけ今の天国にいるでしょう。現在の天国は私たちの待合室だけです。そして私たちは世の終わりにまた人間になります。体を持っている人間になります。そして永遠に人間として神様として存在します。神様は今の天国はその正しい宇宙と一つになって、私たちは神様と一緒にその場所に住みます。 But それは神様の第一の約束です。神様は完全な愛と幸せの理想的な世界を与えてくださいます。 And神様、いつその約束をなさったでしょうか？紀元前1800年頃でした。アブラハムに。And, テキストを読みます。主はアブラハム、これはアブラハムの前の名前でしょう。主はアブラハムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与えます。And 1500年間、神の民は約束の地はイスラエルだと思いました。けれども、紀元前500年から預言者たちを通して、神様は約束の地はイスラエルだけではない。全世界です。そしてパウロはそう記録しました。読みます。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されました。イスラエルだけではなく、けど現在の世界は試す場所です。
試すの場所だけです。私たちが約束の地に入るためにふさわしいかどうか調べる場所です。そして預言者を通して神様はその約束、新しい理想的な世界について話し始めました。ちょっと読みます。来るべき時に主の神殿の山は山の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべてのために良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共にクソを噛み、その頃は共に伏し、獅子も牛も等しく星クソを食らう。血のみ子は毒蛇のアンナに戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。もちろんその理想的な世界はその文字通りに起こらないでしょう。私たち想像できないその正しい宇宙、ただ魚が宇宙船の他の魚に話説明することができないように、私たちは体験したことがないから想像できない。ですからそういうふうに神様は私たちに説明しました。イエス様はこの正しい理想的な世界を天の国と呼びました。彼はこう言いました。いつか言っておくが、いつか東ら西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。実は私たちは天の国に入るでしょうか？死ぬ時でしょうか？いいえ、私たちは死ぬ時天国に来ます。最後の審判の後にその天の国に入ります。読みます。最後の審判の例え話、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。ですから最後の審判の後に私たちはその場所に入ります。そしてペトロはこう言いました。私たちは義の宿る新しい天と新しい地と神の約束に従って待ち望んでいるのです。そして三十の節句の時、イエス様はその理想的な世界について話しましたが、普通の人は全然気がつきません。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。ですからそれは神様の第一の約束です。
私たちに世の輪に新しい完全な世界を救ってくださいます。神様の2番目の約束は何でしょうか？それは、私はあなたと一緒に住みたいんです。私はあなたに私自身を与えたいんです。その望みです。おそらく一番親しい愛の例は夫婦の愛でしょう。そして誰かを愛しているなら、その人と一緒に住むことを望むでしょう。そして神様は受け人たちを通して私たちと一緒に住むことを望みますと言われた。読みます。私は彼らの間に住み巡り歩く、そして彼らの民となり、彼らは私の民となる。けれどもそれだけではなく、誰かを愛しているなら、その人としていることを望むだけではなく、その人に自分のこと、自分の持っていること、自分のこと全部その人に与えたいでしょう。それは確かに神様の最も素晴らしい約束です。私は私自身をあなたに与えたいんです。旧約聖書には予言がいっぱいありますけれども、予言の基本的な流れは2つです。第一の基本的な流れは、それは私はあなたたちのために救い主を救わす。二番目の基本的な流れは、私は自分の霊をあなたたちに救わす。というのは、神様は三位一体で御子と聖霊、自分を私たちに送ると約束しました。その基本的な流れから一つずつ読みましょう。救い主を救わす約束。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は諸国に公義をもたらす。自分の恩子を送る、救わす約束。そして聖霊を救わす約束。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。神の国の話。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。他の言葉で言えば、神様は私たちにご自身の完全に与えると約束しました。父と子と聖霊。そして私たちはその約束をもらうことができる、ように、神はご自身との新しい親しい関わりをも約束しました。これは神様の3番目の約束です。神様との関わりの中にはいろいろな段階あるでしょう。例えば第一段階は関わりがないことです。神様全然信じないこと、神様存在しませんと思う人々、その関わりかどうか、その段階、それあります。But、次は、神様いらっしゃると分かったら、
その第一の段階は創造主と創造物の関わりです。その人々は創造物として創造主を認めています。そしてだんだん、あ、神様、私はいろいろなことを望みます。次の段階は主人としもべ。神様こうするからですから私はそうします。彼は神様こう望めば私は従います。ですから主人としもべの段階あります。そしてイエス様を通してその段階はもっと親しくなります。神様は お父さんになります。ですからその段階は親子の関わりになります。And, プリント読みます。あなた方が子であることは、神がアバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。意味は、私たちは親しく神様を お父さんと呼びます。And, 神をお父さんと呼ぶことができるなら、私たちはイエスの霊をもらっています。神の子供になっていると分かっています。ですから体験です。神をお父さんと言うことができるなら、あなたは子供になっていました。神の子供になっていました。けれども、段階あります。その親子の関わりの中で、アバという言葉はお父さんという意味じゃない。お父ちゃん、もっと小さいものになります。もっと親しい、小さい子供が お父さんの母さんの関わるように、それは神様に望みます。大人との関わりより、小さい子供をになってほしいんです。完全に神様に信頼する、完全に全部任せる子供たち欲しいんです。けれども、子供は成長するはずです。私たちは大人になってから、子供の時の父さんと母さんとの関わりがまだ持っているなら何か変でしょう。変わるはずです。ある程度、友人のようになります。ですから神様は子供たちより友人欲しいんです。それは、聖書を読みます。2番目まで読みません。私を愛する人は、私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す親しい友人の言葉でしょう。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことすべてあなた方に知らせてからである。ですから神様はその関わり欲しいです。一番小さい子供になってほしい、そして友人になってほしい。そして、それ以上の関わりもあります。一番深い関わりは何でしょうか？配偶者。神様は私たちにそんな関わりを与えることを約束しました。旧約の時代に読みます。その日には、あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人とは呼べない。私はあなたと常しえの契りを結ぶ。私はあなたと契りを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐れむ。私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。一番親しい関わり欲しいんです。天国にいる人々はその5つの関わりを持っています。
創造主、創造物、主人、しもべ、親子、友人、配偶者。天国に入るとき、その全部の関わりは思っています。問題は、たくさんの信者たちは、主人、しもべの関わりだけできました。または、もっとひどい関わりは、商売の関わり。というのは、私はあなたに従います。神様、あなたは私に天国をくれます。商売。愛の関わりじゃない。その場合、必要なことだけします。ここまでしてもいいですか？それ以上はしたくない。その問題です。たくさんの信者たちはそのぐらいの関わりが持っています。愛する関わり持っているなら、いっぱい神様に耐えてもまた足りないです。もっと耐えたい。それは愛の関わりの印です。これまでいいでしょうか？それは商売の関わりです。ですから神様の愛の関わりをもらうために私たちは神様の愛を体験しなければなりません。聖書を読みます。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださってからです。それはどういう意味でしょうか？私はちょっと漫画書きたいと思います。は丘、ちょっと小さい谷と丘。これは自転車、誰か自転車に乗っている人。この人がこの丘に登るためにここから始まったら登りにくいでしょう。ここから始まったら登りやすくなります。キリスト教の基本的な教えは何でしょうか？普通の人はこう答えます。神と人々を愛することです。それはキリスト教の基本的な教えでしょう？いいえ、キリスト教の基本的な教えは、私はあなたを愛しています。拝見しました。ですから、神様の愛を体験していないなら私たち酷です。自分の力で神様を愛しようとします。人々を愛しようとします。無理です。できない。神様の愛を体験すればするほど優しくなります。自動的になります。And 私たちはその愛を神様は私たちに与えたいです。明け渡せば明け渡すほど神様は自由にご自分を私たちに与えます。ですから神様が望むことを聞いて従えば神様は自由に私たちに自分の霊を与えます。聖霊による生活セミナーはそのためです。私たちは前よりも神様の愛を体験するように、そして前よりも神様に従うように。ですから、それはその関わり神様欲しいんです。私たちにご自由に自分自身の私たちに取ることができる関わり。神様の4番目の約束は何でしょうか？
神様は私たちと一緒に住むことを望むだけではなく、ご自身を私たちに与えて、私たちと親しい関わりを望むだけではなく、私たちにすべての恵みを与えることを望みます。それは死んでからだけではなく、生きている間にも。パウロは、その体験について、エフェソ人への手紙で書きました。読みます。私たちの主イエス・キリストの父である神は、褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。体験です。And 明け渡せば明け渡すほど、神様のことは第一になればなるほど、私たちは体験するようになります。考えられないほど神様の恵みを与えたいんです。自分でびっくりするぐらい。And それは命です。このセミナーで後に明日かな、命の意味説明しますけれども、イエスもこう言われました。私が聞いたのは、羊が受けるため、しかも豊かに受けるためである。命。明日から説明しますけど、命は物質的な肉体ではない。全部の人間は物質的な人間存在を持っていますけど、命を持っていません。命は簡単に書きました。神と人々と、また自分自身との完全な関わりです。そのためにイエス様が来ました。この世にいる間にも、天国にはみんなそれを持っていますけど、この世でその恵みをもらうことができる。そして私たちにその約束した命を与えるために、神様が私を神から人々から自分自身から引き離すすべてのことから解放しなければなりません。これは救いです。主は私たちの父アブラハムに誓われた通り、私たちを敵の手から救い出し、安心心安らかに、心主に使えるようにしてくださった命の限り、主の前で清く正しく救い。ですからイエス様は私たちをこの牢獄から救いたいです。私たち生まれてから牢獄の中に生まれました。私たちは慣れているから自然だと思います。この牢獄は自分本人と恐れの牢獄です。そして神様は自分の庭園に導きたいんです。And 聞けば聞くほど、従えば従うほど、神様自由に私たちをこの牢獄から自分の庭園に導くことができます。ですから、神様がその二つの基本的に恵みを与えたいんです。完全な関わり、神との関わり、全部の人々の関わり、自分自身との関わりと、その三面たぎからの解放。けれども、それ以上、神様恵みいっぱい与えたいんです。私は少しそれに9ぐらい書きました。第一、御父についての知識、子と子が示そうと思うもののほかには、父を知る者はいません。ですから、イエス様が父をしているでしょう。同じ知識を私たちに与えることができる。私の
大金は、もちろん子供の時、進学の時、私たちは神様について勉強しました。先に父のことを勉強した。その後、イエス様のことを勉強した。そして最後の5分で聖霊について勉強した。けど私を満たしをもらうことによって、先に聖霊との関わりできた。聖霊はこれをしましょう、これをしましょう、そこに行きましょうか、これをしてください。うぬがし、すっごいうぬがし、体験していた。イエス様のことを知らなかった。知的に分かった。私は小学校から毎日ミスに預かっていた。知的なことだけでした。そして数年間、聖霊と交わることによって、その後、聖霊はイエス様のところに連れてイエス様に出会わせました。初めて、あ、すごい体験でした。イエス様に出会うこと。数年間、イエス様と一緒に住んでいた。その後、イエス様、父に出会わせました。すごい体験です。知識、イエス様、父をしているように私たちも知ることができると書いてあります。それは信者たちが体験している恵みです。満たしを通して神様は自由にその恵みを与えます。2番、恩子についての知識。私は自分の羊を知っており、okay? 羊も私を知っている。どういうふうに？それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。ですから父がイエスも知っているように私たちもイエスを知ることができます。この世で。不思議な約束です。不思議な恵みです。不思議な体験です。3番、聖霊についての知識。あなた方はこの霊をしている。この霊があなた方と共におり、あなた方のうちにいるからである。ですから、聖霊による差しに入ったときから、私たちみんな、40年前の話、何も分かっていなかったです。そう、私たちは、じゃあどういうふうに聖霊に聞きましょうか。And, ある男性は、昨日私は聖霊の促し感じてと思うけど分からない。聖霊はそのとこに行って10分ぐらい立ちなさい。そう、私は10分ぐらい、そのぐらい行って10分立ちました。何も起こりませんでした。そう、聖霊かどうか。But、だんだん、その結果で分かっています。予言は同じでしょう。はじめには、この促しは予言のことかどうか、私だけかどうか、分からないですから、じゃあ、言い出しましょうか。そして、その言葉出します。そして待っています。周りの人々は、検討します。識別します。もし、それは神様からの言葉だと思えば、私は神に感謝と言います。神様からのことより人間からのことだと思えば、何も言いません。ですから本人がその反応で分かっています。その時は私だけでした。ですからその感じは私でした。この時、みんな認めた。その感じは神様です。そういうふうに私たちは一緒に教え合います。どの促しが神様のものか、どの部分自分だけのものか。なぜなら私たちはパイプのようです。汚いパイプ。純粋水が入っても汚い水が出る。
ですから本当の預言の玉を持っていても、ですから出る言葉は識別しなければなりません。これはどの部分この人の影響でしょうか、どの部分神様だけのことでしょうか。So, 聖霊についての知識、4番、真理についての知識、私の言葉にとどまるならば十分の言葉、あなたたちは本当に私となるである、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ですから第一の言葉は、弟子は何ですか。弟子はイエスの言葉にとどまる人です。言葉は、そのモーゼ10回じゃない、神様の好き嫌い知りたいです。誰、イエス様は私のオクテですと言ったでしょう。ユダヤ人たちに話していましたから。But 愛を命令することができない、神様が望むことです。 And、ですから私たちは神様に聞きたいです。神様、誰か愛しているなら、その人の望みのとおり行きたいです。いいことなら。その意味です。無理に従わなきゃならない。それは子供の段階だけです。But、神の子供になれば、愛しているから、神様の喜ばせたいです。その意味、全く違います。未熟した信じた、とか、神様の望みなら私はしたいです。And、真理、それは神の弟子の意味です。神の言葉にとどまること。詳しく聞きます。基本的だけではなく、神様好き嫌いも知りたいです。そして神、あなたたちは真理を知り、神様の価値観を知るようになります。これがいい、これが悪い。これは重要、これは重要じゃない。聞いていないなら、いっぱいの重要じゃないことをする。次は平和。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。So, 平和、世の平和は全部うまくできている時の感じです。ああ、みんな私を褒めています。ならなら。誰かねと批判すれば平和なくなるとか。イエスの平和は神との一致の香りです。また、人々の一致の香りです。特に自分自身との一致の香りです。その一致がなければ平和がない。基本的に神との一致の言葉、一致の香りです。調和の香りです。ですから私たちは、昔、修道院で、これを習った。毎夜寝る前に、その日調べてください。罪を犯したかどうか。小さい罪でも考えなさい。But、今は、毎日寝る前に、その日調べて、平和なくなった時ありますか？平和なくなったら、その時は、詳細じゃなくても罪を犯していました。欠点だったかもしれませんけれども、平和は神に従っている印です。その印なくなったら神に従っていない。これは詳細と言わなくても。そう、平和はで神様たちに導きます。次、喜び。
これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。誰の喜びですか？私の喜び。イエスの喜び。喜びは、最後の日、日曜日にこれについて話します。But, それは結果です。神様との、神様と一緒に歩く生活の結果です。全世界は全部めちめちになっても、深い平和、深い喜びを体験しています。神様の手を認めていますから、この悪いことを通して神様来るようになさっています。この悪いことが必要です。これが起こるように。この傷が必要です。恵みもらうように。傷もらってから神様の傷を癒したいんです。So, 喜びは神様と一緒に住む味方と感じです。イエスの力、はっきり言っておく、私を信じる者は、私が行う技を行い、また、もっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。信じますか？あなたはイエスのように、水を葡萄酒に変えることができるとわかりますか？死を生き返らせることができるとわかりますか？自分の望むときできない。イエス様が教えるときだけできる。イエス様もそう言われた超自分について、私は何もできません。いつも父を見てその通りにします。私たちイエス様の奇跡はイエス様の奇跡だと思います。イエス様は私は全部無にして私は何もできない。ですからイエスの奇跡は父の奇跡でした。And 私たちの奇跡はイエス様の奇跡です。私たちを通してイエス様が働きたいです。けれども聞く耳必要です。自分の好きな時にすれば何も起こりません。新しい命の話の時にこの不思議なことについて説明し話したいと思います。次、祈りがいつも叶えられること、時々じゃない、いつも。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。ある人々は、祈りは魔法だと思います。というのは、この薬、また医者さんが1ヶ月ぐらいこの薬飲めば、1ヶ月後に治ります。ですから信じます。そして1ヶ月我慢して信じながら1ヶ月後に治ります。けど祈りの場合には、私は今祈った。今もらっていない。今。But 祈りも1ヶ月かかります。私の場合にいつも1時間、癒し、自分の癒しのために祈るとき1時間かかります。重要な祈りは、これです。主よ、あなたがこの祈りを叶えられている確信を私に与えてください。イエス様も教えた、あなたが頼むときも受けていると信じなさい。そうすればその通りになります。ですから受けるかどうか考えれば神様は信頼していません。確かに受ける。日曜日にこれを深く説明しますけれども、祈りは時間かかります。時々神様それをその恵みとる前にいろいろな段階しなければなりません。これ必要、これ必要。
あの、大体ですけれども、私たちはそれを受けていると信じなければなりません。私があなたの祈りを叶えるまで祈り続けなさい。ですから、魔法ではない。魔法なら、ハリー・ポッターのように1秒でできている。But 本当の神様は、時々1秒でする、but 時々時間かかります。私たち信仰が深くなるためとか、他の恵みを先にもらうためとか、いろんな目的があります。But 祈りがいつも叶えられる約束があります。And どういうふうに祈りがいつも叶えられるように、最後の日に、とも説明します。そして最後には聖霊の実、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善に、誠実、節制。So, 聖霊を受ければ受けるほど、私たちはイエス様の命に満たされれば満たされるほどそれを体験するようになります。So, それは今日の話です。25分になります。ですから、普通のセミナーの時、今から小グループ、6人、10人の小グループに分けて、そして30分ぐらい分かち合います。けど、今日は小グループは決まっていないから、ですから2人か3人、ちょっと椅子を動かせなければないけど、ちょっと自分の神との関わりについて分かち合えばどうでしょうか。またはそれについてなしたくないな、今日聞いた言葉何かあなた分かってる、その言葉について分かち合ってもいい。そう、12時まで、誰かとちょっと誰か一人二人か小グループになっているんで。
So, 今日は聖霊セミナー、聖霊による生活セミナーの2番目の話です。今朝私たちは神様一番基本的な教えを聞きました。私はあなたを愛しています。この話は2番目の基本的な教えです。私はあなたをすべての悪から解放します。救い。プリントを見れば、その第一題は救い主。私たちはイエス様を救い主と呼びますけれども、意味はあんまりわからないかもしれません。私たちは、マタイでも他のルカでもこの言葉を読みます。この子、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ですからイエス様の名前はヘブライ語でイエシュア。意味はイエシュア、ヤウェが救う。ある人々は翻訳するとき、神が救う。けどこれは第三人称ではありません。第一人称です。私、ヤウェ、あなたを救う。その言葉を名前としてこの子供につけてください。私、ヤウェ、あなたを救う。そして救い主は何回も聖書に出るでしょう。その言葉。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。そして最後の晩餐の時、イエス様こう言われました。私は罪が許されるように多くの人のために流される私の血である。ですから、イエス様は罪から私たちを解放するために来られました。私たちはその言葉を聞くと、普通私たちの毎日を課している罪について考えます。イエス様が私の個人としての罪から解放するためにその意味ですか、そのルールでジーズ様、イエス様来られたでしょうか。ですから救いはイエス様から罪に打ち勝つ力をもらうという意味でしょうか。もちろんそれは救いの一部分ですけど、救いはもっと深い意味もあります。けれども先に私たちの個人としての罪をちょっと見ましょうか。罪は何ですか？行いでしょうか？例えば、今日は私は三菱銀行からお金を盗みます。And, 私は準備して、そっちに行って、And, 今日はその銀行を閉まっていました。ですからお金を盗むことができませんでした。お金を盗んだ罪を犯しましたか？はい。なぜなら心でしました。行いは普通、見える罪の見える現れだけです。罪は行いではありません。
罪は心で犯したことです。ある神学者たちは罪を四つのグループに分けます。第一のグループは基本的な選択。二番目のグループは大罪。三番目のグループは小罪。四番目のグループは欠点。第一のグループは基本的な選択。それは聖霊に対して犯した罪。ひどい罪、もう神様のこと全然、これは神様のこと見ても悪霊から悪霊のものだと思う状態です。神のある悪みを拒否する状態。もういっぱいの大罪を犯しましたから、もう完全に悪を選んだ状態です。彼らは神様助けてくださいという言葉、祈りも全然できない状態です。けれども、私たちに彼をそのような人々も救う方法、イエス様を与えたでしょう。彼は全然できない。けど、ファウスティーナを通して、イエス様はチャペレットを与えたでしょう。チャペレットを獅子のために乗れば、神様が彼らを憐れみを与えます。救うという意味です。And 私たちは毎日1回、2回、10回ぐらいかな、聖霊に対して犯している罪の状態の人々のために、チャペレットを唱えば、その祈りを通して、イエス様は彼らを地獄に行かないように救うことができる。不思議です。ですから、毎日、チャペレット何回も唱えましょうか。ある人々は、拒否するでしょう。私、その悪、その状態の人々。けど、頼めば、イエス様は拒まない人々を選びます。But、すごい、本当に今まで一番不思議な祈りです、それは。ですから、それは基本的な選択。私たち大罪と小罪を分かる。4番目のグループは欠点。例えば、神様は私に、今その人電話してください。私は、嫌です、私はテレビ見たいです。な、小罪とは言わないけれども、欠点です。罪です。ですから、教会、将来の教会は、その言葉使わなかった。まだ作っていませんでした、その言葉。大罪と小罪。けれども、彼らは、重大な罪と重大じゃない罪を区別しました。例えば、ヨハネは死に至る罪と死に至らない至ることがない罪という言葉を使いました。読みます。罪には死に至るものがありますが、死に至ることのない罪もあります。And 将来教会は深く、すごく深く罪 のことを理解していました。例えば次は、疑いを持ちながら行動する人は確信のとに基づいていないので罪に定められます。というのは、もしこれは罪かどうかわからない場合にすれば罪を犯します。私たちはこれは確かに罪じゃないという確信必要です。But 罪かどうか分かりませんけど、私はします。その場合、罪を犯します。次は、なすべき良いことをしていながら行わないなら、それはその人にとって罪です。例えば、最後の晩餐、最後の審判の例え話で、
地獄にいた人々はみんな悪いいいことをしないことによって、言ってるでしょう。怠りによる罪で。イエス様は個人としての罪の種類たくさんあると教えました。例えば、カテキズムにいろいろ書いてあります。髪に背く罪、臨時に背く罪、自分自身に背く罪、または精神的な罪と肉体的な罪、思いの罪、言葉の罪、行いによる罪と怠りによる罪。イエス様は個人としての罪をいつも全部の罪を許しました。例えば、私が来たのは罪人を招くためです。また、あなたの罪は許された。みんな罪人です。けど自分の罪深さを認めないなら、私たちはその許しを拒んでいます。そして同じ使命、罪を許す使命を、使命と権利を教会に与えられました。次のように書き記されている、その名によって罪の許しへ導く悔い改めが、すべてのために述べ伝えられる。それはペテロの説教からと思います。と思うから。そして罪、誰の罪であれ、あなた方が許せば、その罪は許される。ですから、イエス様は、ただ個人的な罪からだけ来られたでしょうか。その部分だけです。けれども、神様は何から私たちを救いたいか、分かっているなら、どうしてイエス様が来られたか、そのことも分かります。これは3番。見よ、あなたたちの神を、神は来て、あなたたちを救われる。何のためですか？その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が聞く。その時、歩けなかった人が、鹿のように踊り上がる。口の聞かなかった人が、喜び歌おう。それは罪じゃない。イエス様はそのことからも救いたいです、私たちを。主なる神が私を使わされたのは、貧しい人に良い知らせを告げ、心をくじかれている人を癒し、囚われ人に解放を、目の見えない人に知る欲の回復を告げる、告げ知らせ。圧迫されている人に自由を与え、主の恵みの年を告げ知らせるために。そして、もっと深い意味で、神の子は悪魔の技を滅ぼすために現れたのです。そして、イエス様は、何回もあなたの信仰があなたを救ったと言われたでしょう。And, 何から救ったでしょうか？ある人々は罪深い生き方から救われました。別の人々は病気から救われました。盲目から、痴漢から救われました。ですからそれも神様そこからも私たちを救いたいです。And, ザカイの時、今日、救いがこの家を訪れた。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ザカイの罪は多分なお金の執着だけでした。
But それも救い。But 基本的に次の文章はイエス様の救いの説明です。御父は私たちを闇の支配から救い出し、その愛する御子が統治する国へ移し入れてくださいました。ですから、もしそれが救いの意味なら、イエス様は罪から私たちを解放するために来られた場合、罪はどういう意味ですか？読みます。罪とは私を神から、人々から、自分自身から引き離すすべてのことです。罪とは神が望む私になることを妨げるすべてのことです。罪とは私の中に、また私を通して神が働くことを妨げるすべてのことです。ですから、ある妨げは、個人としての罪の結果かもしれません。また社会的罪の結果かもしれません。But 罪は私たちを犯したことだけではない。私たちが個人としての犯した罪は、それは罪の現れだけです。もっと深い意味です。罪は。一番ひどい罪の結果は、それは永遠に神から離れている状態です。神学でそれは永遠の死と呼ばれます。今朝私はちょっと命について話しました。聖書は命と死という言葉を使うとき、特別な意味を持ってその二つ使います。私たちは広い意味で命と死という言葉を使います。動物、魚、鳥、全部命を持っていると。けれども考えればそれは肉体的な存在ではありません。聖書では命という言葉は神を知ることです。すなわち神との関わりを持つという意味です。ですから、すべての人々は命を持っていません。その理由でイエス様が来られました。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお救わしになったイエス・キリストを知ることです。ですから、命はその意味です。神様との関わりを持つという意味です。イエス様が聞いたのはそのために来ました。時々聖書は永遠の命という言葉を使うでしょう。永遠はどういう意味ですか？ギリシャ語でその言葉は神様についてしか使うことができません。永遠という言葉は終わりがない意味ではない。聖書で、ギリシャ語で意味、神様のことです。というのは、永遠という言葉は完全という意味です。So, 永遠の命は完全な関わり。神様との完全な関わり、すべての人間との完全な関わり、すべての造物との完全な関わり、また自分自身との完全な関わり。永遠の命は神様の
命です。その意味で、その理由でイエス様が来られました。この世でその完全な関わりの恵みを与えるために。死、他方においては、神と関わりがない状態です。つまり、神から離れている状態という意味です。預言者、イゼキエル預言者として、神様は自分の民を死から解を救うために、救うことを約束しました。神様の民も死の状態でした。例えば、聖ヨセフ、死んだ時どこに来ましたか？天国に入ることができませんでした。マリア様の両親も、洗礼ヨハネも、みんな別の場所に行きました。天国は閉まっていた。彼らはまだ死の中の状態でした。イエス様の死と復活まで、その聖人たちは別のところでした。モエスのアブラハムの懐と呼ばれています、その場所。ですから、神様、自分の民から、民のから死、自分の民を死から解放すると約束しました。読みます。私はお前たちの箱を開く。聖ヨセフ、聖洗礼者ヨハネ。私が、我が民を、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く神の国。また、私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。ですから、最初の罪の時から、人類は永遠に神様から離れていました。その永遠に神様から離れている状態は永遠の死と呼ばれています。ですから、イエス様が聞いた基本的な理由は、その状態から私たちを解放するために、私たちは天国に行くために、イエス様が来られました。2番。書いた言葉は死の源でしょう。今週私を見つけました。それは罪の源という字です。死じゃなくて罪。罪の源。ある人々は罪は法律を犯すと思っています。それ正しいなら法律がなければ罪もない。聖書はこう教えます。律法が与えられる前に罪は世にあった。律法によっては罪の意味が生じるだけです。ですから、罪は法律の前に存在していました。世の初めに、人間の最初の時から人間の体験に入りました。次も読みます。一人一人によって罪が世に入った。一人の人間の不従順によって多くの者が罪人にされた。そしてカテキズムはこう言います。アダムの罪がどのようにしてすべての子孫の罪となったのでしょうか。現在が子孫に伝えていくということは、私たちには十分理解できない神秘です。しかし私たちはアダムが現象の生成と義を
自分一人のためだけではなく、すべての人間のために受けたことを啓示によってしています。誘惑者に負けたアダムとエバは、個人としての罪を犯しましたが、この罪は人間本性を傷つけ、その本性が堕罪の状態で子孫に伝わります。現在は現象の義と生成の欠如です。人間本性の本来の固有な能力は気づき、罪への傾きを持つようになりました。この罪への傾きは欲望と呼ばれています。アダムとエバ、その物語はどこから聞いたでしょうか。ダビデの時代は戦争ばかりの時代でした。そしてダビデのせいで全部の国は打ち勝たれて、そしてもう平和になった。ソロモン、自分の息子ソロモンは平和の時代でした。ですから平和の時代でした。もう人々は兵隊として出なくてもいい状態でした。And, 義人とか作家とかその時いっぱい出ました。一人の作家はヤウィストと呼ばれていました。本当の名前は私たちは分かりませんけれども、いつも彼は書いた言葉でヤウェイという言葉を使いました。ですからヤウィストと呼ばれています。彼は人間の状態を見て、これは神様が作った状態ではない。これは人間の性の状態でしょう。神様を脱がして、彼は紀元前900年頃、アダムとエバの話を書きました。ですから、ダビデの時代、誰もアダムとエバの話を知りませんでした。紀元前900年から、みんなはその話を分かっていました。けど神様は歴史を教えるためにその話を書きませんでした。真理を教えるために書きました。ですから、どういうふうに神様は人間を作ったか分かりません。一番強い可能性は、神様はある猿のような動物を選んで、and 前の日彼らは動物でした。神様彼らにその魂、永遠の魂入れた。ですからその時から彼らは人間でした。動物から来なかった。体は別です。神様わざわざ人間作りました。永遠の心を与えました。知性、感情、自由意志などを与えました。前の日はなかったから、そのものは動物でした。その可能性ある。And, ですから、ローマは今許します。私たちは動物の遺伝子、自分の治すために使うことができる。兄弟だから。みんな同じ地理から作られたから。ですから、それはアダムとエバの話、これは罪の原因です。罪の源。何かの方で、私たちはその傾きもらいました。その時、現象の義と聖性なくなりました。神様の似姿なくなりました。ですから現在は神の似姿の欠如です。ですからその欠如あれば誰も神様と一つになることができません。And これは後に説明します。
3番、罪は私たちのうちにある力です。私たちの罪はただ私たちのうちに住んでいる罪の証拠、またはその現れです。聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。そういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私の五体には別の原理があって、理性の原理と戦い、そして五体のうちにある罪の原理のもとに私を虜にしていることがわかります。ですから罪は力です。私たちうちにある力です。赤ちゃんもその罪を持っています。聖アウグスティヌスそう言いました。現在の意味知りたいなら赤ちゃん見てください。いつも自分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 。もし現在がなかったら多分全く違う赤ちゃんになったでしょう、私たち。その欠如がなかったら私たちは何か違う赤ちゃんになりました。ねえ。ねえ、わからない。4番。最初の罪の結果、最初の人間は罪によって神と被造物の間の調和を破って悪を宇宙に招いたのです。不調和は被造物に入り、人間の心を生み出し、人間の間に分裂を起こしました。人間は神に対して無感覚になり、その理性、意志、感情は傲慢と誤信に毒されるようになったのです。彼らはまた神の似姿、または神の栄光という賜物を失いました。その前に神の似姿は、その現象の義、生成だったでしょう。これは人間は罪を犯し、神の栄光を受けられなくなっています。ローマの人の神。カテキスの言葉。人間は罪と死によって醜く変貌しましたが、それでもなお神にかたどられたものです。とはいえ、神の栄光を受けられなくなり、神に似たものではなくなりました。したがって人類は永遠に神から離れてしまったことになりました。これは、どうしてイエス様が来られたかの説明です。この問題です。天国に入るために、すなわち神と一つになるために、人は神のようにならなければなりません。その神の姿の欠如があります。神のようになるためには、二つのことが必要です。第一に、神と一つになるために、人は神の似姿という賜物を持たなければなりませんでした。私たちは自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし、御子が現れるとき、御子に似たものとなるということをしています。なぜなら、そのとき御子を
ありのままに見るからです。第2位に、神と一体になるためには、障害があってはなりません。全部の罪が許され、罪による傷が癒されて、そしてその罪が起こした損害を償わなければなりませんでした。わずかでも罪があり、あるいは罪を犯そうとする気持ちが微小でもあれば、あるいは霊魂に罪のせいで傷跡があるならば、私たちは神と一つなることができません。これは現在の影響です。誰も決して良い一生を送り、掟に従うだけでは神の似姿を受けることができません。誰も決して自分の罪による傷を癒し、神に対して犯した計り知れない侮辱を償うことができません。例えば、生贄は決して罪を取り去ることはできません。神ご自身が何かをしなければなりませんでした。神は私たちの罪を償う生贄として恩厚をお救わしになりました。ですから、イエス様が来られた理由が、私たちが神様の似姿をもらうためにというのは聖霊。私たちは神様と一つになるために聖霊が必要です。こういうふうに説明します。私は今もワードプロを使っています。そしてワードプロのためにフロッピーあるでしょう、昔フロッピー。そしてフロッピーを電気屋さんに行ってフロッピーを買って機械に入れたら働かなかったでしょう。そのフロッピーをその機械に合わせなければなりません。初期化しなければなりません。もう初期ができたフロッピー買うことができましたけど、誰かがそのフロッピーをあなたの機械に合わせなければなりませんでした。それは神の似姿の話。私たち神様と一つになるために神様のようにならなければなりません。油と水混ぜることができません。現在の影響で私たちは油です。ですから、私たち油なら、水である神様と一つになることができない。完全にいい生活をしていても。ですから、神の命、神の似姿、聖霊が必要です。イエス様はそのために来ました。6番。これは神と被造物の位置を元に戻すイエスの行い。先にイエス様の死は不従順の結果を打ち砕いた完全な愛と完全な従順の行いでした。ですから誰かがあなたにどうしてイエス様十字架必要でしたか？その完全な愛と完全な従順必要でした。その不従順の行いを壊すために。人間ができなかった。イエスはその十字架上の死によって天国の門を開いて、神から永遠に離れている状態から私たちを救いました。イエスの復活は神と神の物質的な創造物の完全な位置の実現でした。
その復活によって私たちも復活して人間として永遠に生きる保証を与えました。普通私たちは復活 の目的わからないでしょう。あ、保証です、もちろん、けれどもは、イエス様の死を通して私たちの霊魂がやっと神の似姿をもらって天国に入ることができました。けれどもその物質的なものはまだ神様から離れていました。私たち霊魂だけ救われました。イエス様死の時一人だけ救われました。人間としてイエス様、私たちイエス様を信じることによってイエス様と一体となります。イエス様のものは私たちのものになります。ですから私たち霊魂救われました。けど肉体的なものはまだ現在で影響されていてから、イエス様復活することによって神様は自分が創造された被造物と一体となりました。その通して全部の物質的なものは救われました。ですからその復活がなかったら私たちは永遠に天国に行くようになりました。全然世の輪に復活しませんでした。永遠に霊魂として存在していました。イエスの焦点は聖霊がこの世に入るための行いでした。私は去っていかなければ弁護士はあなた方のところに来ないのです。そう、何か理由でイエス様が帰るのかもしれませんでした。理由はいろいろあります。イエス様がここに残っているなら全世界はクリスト者でしょう。イエス様に従います。けど彼一番力強いものとして従います。誰も成長しなかった。命はイエスのようになるためです。天国に入るためにイエスのようにならなければない。イエス様ここに残っているなら全世界は従っていますけれども誰も成長しなかったでしょう。イエス様天国に帰って自分の霊を私たちに送りました。聖霊降臨、天国に戻って聖霊を送ることによってイエスは私たちのうちに彼の親しい臨在の恵みを与えられました。聖霊という賜物によってイエスは私たちに神の似姿を取り戻し、私たちの中にも被造物の中にも不調を正す力を授けます。ですから聖霊が入ってからその最後の掃除必要です。その現在の傷跡を取り除くなければいけません。基本的に救いができた、もう水になりました。神の似姿をもらいました。カテキズムこう言います。アブラハムになされた約束で開始した救いの技は御子ご自身が神人間の姿を取ることにより人間に栄光、すなわち命を与える霊を再び与えて御父の似姿を取り戻されました。の信者たちはこの世にいる間神の似姿をもらって聖霊は残っているところを掃除します。未信者たちも彼らは神の似姿が必要です。いつもらうでしょうか。この世にいる間もらわない。ですから彼らは死んでから最初の兵に入ります。多分最初の兵は神様存在していないと思う人々のためかもしれません。彼らは入って、そして数年数ヶ月何か神様いる、この世の神様いる、
あ、神様、イエスを送った。イエス、助けてください。彼はやっとカトリックの隣国に入ります。多分そのようなこと。なぜなら、イエス様を信じることによってだけ神の似姿をもらいます。ですから、天国にいる人はみんな信じです。イエス様を通して全部みんな救われます。救い主一人だけです。But, 悪い人々はもちろん隣国に入らない。Like、別のところに行きます。But, そういうふうに、未信者たちはやっとイエス様に出会って、いろいろ勉強あるでしょう、向こうで。彼らを救った人ものについて勉強するためにとか。苦しみもある、but それは別の部屋です。先に勉強必要かな。わからない。神秘です。7番。So, 永遠の死から救うをもらおう。他の誰によっても救いは得られません。お釈迦様でも。釈迦様はある程度預言者でした。彼は死ぬ前にこう言いました。私は死んだ500人、500かな、500人後に真理を知る人が来ます。彼に従いなさい。500人後にイエス様生まれました。And、それを仏教の学校で教えています。本当の仏教の信者たちはイエス様に従うはずです。本当、本当。預言者でした。もう一度。他の誰にも救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。So、イエスを通して全部の人間は救われます。イエスを信じる者は誰でもその名によって罪を許しが受けられる。私を救わしてなったかと信じる者は永遠の命を得、また死から命へ移している。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。誰も。ですから、未信者たちはみんな、イエス様を認めなければなりません、向こうで。私たちの祈りを通して、彼ら早く、イエス様を認めるでしょう。しかし、父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとに来ることができない。ですから、もしこの世にいる間、信仰をもらえば、自分のせいではない。神様が私たちを選んだ。And, 普通の人は向こうで、その恵みをもらいますけど、神様は私たちを選んだから、この世で私たちをもらいます。イエス様は私たちを通して自由に働くように。あなた方は恵みにより、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。ですから救いは何ですか？御父は私たちを闇の支配下から救い出し、その愛する御子が統治する国へ移し入れてくださいました。それは基本的な意味です、救い。けれども、救いはこの世のためです。もう、ためにも。救いは現世のためです。来世のためだけではなく。救いは毎日体験することができることです。神様、毎日私を何かから救っています。読みます。3番。
命へのすべての妨げの救い、彼の救い。So, いろんな妨げあります。私たちはその妨げあれば、イエス様が大々命をもらうことができません。ですから、イエス様はそのことから私たちを救いたいです。救いは何かから何かのためです。救いは神が私たちをこの牢獄から解放して自分の庭園に導くことです。ある程度その定義です。救いの定義です。救いに関しては2つの方向があります。すなわち何からと何のための救い。救いの2つの方向ともイエスの約束に見られます。例えば、右の欄は約束した恵み。神との親しい関わりもらえば、私たちは神への恐れから解放されています。真理を知る力もらえば、暗闇、不確実性から解放されます。信頼、平和、喜びをもらえば、不安、心配、恐れから救われます。自分自身への正当な愛から、恵みは自己嫌悪から私たちを救います。人々を愛する心、人々の結合の恵みは憎しみ、恨み、人への恐れから救います。親切、柔和の霊をもらえば、霊国から解放されます。寛容の恵みは、性急さ、不忍耐から救います。自由、節制、自制心は、強制と執着から解放します。ですが、救いはそれです。天国に行くためだけはない。神様、今、私をいっぱいの現在の影響から救いたいです。それは全部、その左の欄は全部は現在の影響と結果です。And、神様はすべての関わりを救いたいです。And、関わり3つでしょう。神との関わり、人との関わり、自分自身との関わり。ですから、神様との関わりの中にいろいろな妨げあります。神への恐れ、死への恐れ。ヘブライ人2章15節に書いてあります。ですから、私たち死を恐れているなら、神様をまだ信頼していません。天の父ちゃん待っています、向こうで。死は卒業です。子供になるなければ天国に入ることはできないでしょう。ですから、天国は大きい幼稚園です。so, 死は入園式です。so, 確実性、それはこれを理解し、確実しないなら信じません。それは罪の結果です。絶望、心配、思い煩うこととか、それ神様はそこから私、それを全部私から解放したいんです。人々の交わり、関わりの中には、妨げは、恨み、憎しみ、しての恐れ、分離、嫉妬、不寛容、冷酷、執念、深さとか。自分の中には命の妨げは自己嫌悪、性急さ、強制、執着、自分本位とか。解決は聖霊です。心を尽くし、精神を尽くし、思い尽くしてあなた神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。誰もこれと同じように重要である。臨時の自分のように愛しなさい。神様の愛をもらえばもらうほど、これは自然になります。すべての関わりが変わります。もう神様のようになることによって、
その冷めたけだんだんなくなります。精霊の働きです。そして3番、救いは、霊肉全体のためです。救いは、来世のためではない、だけではない。イエスは、現世にいる私たちを罪とその結果から救うためにも来られました。イエスは私たちを全面的に、すなわち私たちの霊と魂と体を救うために来られました。ですから、去年は癒しの研修会だったでしょう。それは救いでした。肉体的な救い、感情的な救い、霊的な救い、and 先祖、先祖、イエス様は死者の主になりたいんです。天国にいる人々の場合には、イエス様みんなの主です。ブリン国にいる人々は、まだイエスは主になっていません。完全に。特にその最初の数平野ぐらい。まだイエス様知らないかもしれません。ですが、救いはそのためです。私の家計を救いたいです。ですから、例えば1年間の間、ミスに預かるたびに、そのミスを家計に入っている人々のために捧げてください。先祖だけではなく、親戚も、you know, ひおじいさんの弟とか、全部、もし損害があなたの DNA、遺伝子の中に入っているなら、ミスを捧げることによって、イエス様は家計の主になります。遺伝子の中の損害なくなります。突然、病気もなくなります。特に精神的な病気、たびたびなります。救いはその意味です。私は日本に聞いたときに、救いの意味は全然わかりませんでした。私は神学校でいっぱい習いました。もうわからなかった。But、だん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 、特に癒しを通して、ああ、それも救いですね。だんだん神様説明しました。ですから、この話は40年間の、の結果です。そして、聖霊による自由。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。今朝、それについて話しました。何か自由、大切、重要か、不自由か。重要じゃないか。そうそうそう。分かっています。愛、命、真理に飢えていることから自由。神様に出会ったら、真理、その時まで真理知りたい気持ちあった。もう、神様に出会ったら、もう分かっています。もっと勉強したいです。けどもう満足です。分かっている。これは本物です。これは本当です。真理です。神を深く信頼すればするほど、安心への独立の要求、コントロールする要求、確実性への要求から解放されます。たびたび私たちは安心を探しています。But 信頼しているなら、もう全部神様の問題です。私は神様に従っているなら、他のことは神様の問題です。もう私たち問題かもしれませんけど、何してほしいことあればよろしく、But、それ以上任せます。心配もなくなります。コントロール人々は、それは自分の好きな通りに全部支配したいんです。要求あるかもしれません。神様信頼できない状態です。神様完全に基本的に全部のことを支配しているなら、もう楽です。
分かっている。この人は罪を犯しましたけど、神様許した目的があります。それを通して恵みを与えています。神に感謝、その人のために。コントロールすることは不安と同じでしょ。神様を信頼することができない状態。また傷もあります。子供にの時、体内行った時の傷かもしれません。お父さんの母さんの愛なかったら、いつもコントロールしなければなりません。もう恐ろしいから。次は、神をいつも喜ばせたい恵みは、法への執着から解放します。日本では特にその方向きあります。文化のせいと思います。法律は神々です。But, パウロの説明によれば、私たちは信心あることによって、外側の法律から解放されます。その時から内側の法律に従います。神との関わりで私たちは生きます。ですから他の人々はこのことで許されていますけど、神様は許さないかもしれません。また逆あります。神、普通の人は許されていないことは神様時々許します。So, 私たちの関わりで神様に従っています。パウロの話によれば、外側の法律は子供たちのため、子供たちを知るため、また悪い人々を止めるため。私たちは神との関わりで、特に神を喜ばせたい恵みもらったら、悪いことしたくない。愛せよ、そして妬みの望むままに行え。セアウグスティヌスの言葉。そして、世俗的、肉体的と悪魔の影響からの自由にもらいます。野心や競争からの自由もらいます。偏見、差別、人を裁く心からの解放などあります。自由な心をもらいます。神が見られるように見る。神が許されるように許す。神が愛されるように愛する。それは救いです。救いの結果。ですから、イエス様は私たちに福音を伝えるために来ました。福音は何ですか？これは聖書のまとめです。イエスはこう言われました。私は神の国の福音を告げ知らせるために使わされたのだ。そのメッセージは何でしたか？私はあなたを愛しています。私があなたを想像したのは、あなたと一緒に私の命を分かち合うためでした。あなたが今苦しんでいることは私のしたことではありません。罪の結果です。罪のせいで、あなたは私から、他の人々から、自分自身から離れています。私はこの状態からあなたを救いたいのです。私はあなたと一緒に私の命、私の幸せを分かち合いたいのです。それはあなたが死んでからだけではなく、生きている間にも、私にあなたを愛させてください。私にあなたを自由にさせてください。私の喜びをと平和を与えさせてください。ですから、それは聖書 のメッセージです。福音のメッセージ。ですから、誰かが福音は何ですか？そのページ見せてください。その後、自分の本には、私はカテキズムの、カトリックカテキズムの言葉、
数ページコピーしました。これを読むことによってその基本的な救いの意味理解すると思います。ですから救いはそれです。私たちの罪、犯した罪は自分の中の力の証拠だけです。ですから本当に許しの席に行くときに罪を犯す、犯した罪の名前を神父に言う代わりに私はこれをしました原因は恐れだと思います。ですから神父様その恐れがなくなるように祈ってください。罪の原因恐れとか時々嫉妬感とか嫉妬感あります。その原因どうして私は嫉妬体験しているでしょうか。癒してください。そのために、許しの奇跡は癒しのためです。私たち行く前に罪はもう許されています。もう神様に従いたいからごめんね。But, 医者さんに行くと同じです。私たちは医者さんの時に行けば薬もらいます。ある薬はすぐ治ります。ある薬は時間かかります。And, 私たちは許しの奇跡を通して、イエス様は私たちの傷つけられているところのために薬もらっています。霊的な薬。ですから、いっぱいの罪を犯していないのに、毎月国会に行ってください。私はします。それは癒しのためより、毎日全面上、隣国にいる人々のために。もし毎月1回、許しの席をもらえば、いつでもミスに預かることによって、全面症ができるでしょう。全面症の場合はその日の生徒入りをいつか国会、教皇様のための意向のための祈り、主の祈りめでたし、愛称。And, その全面症につけられた祈り。ですから、おみどの中でロザリを唱えること、また十字架の道行き、またロザリはどこでもいい、もしもう一人と一緒に唱えば、また30分ぐらい聖書を読みます。それをすれば、隣国にいる人々にすごい恵みを与えています。彼らはね、そのために祈り始めます。ですから、私は本当に、それを進めたいです。隣国にいる人々のために許しの遺跡毎月もらってください。And, そうすれば友達いっぱい作ります、向こうで。自分のためじゃない。自分のためですけれども、それもある。So, 救い分かっていますか今の話。20分残っている。もし、今朝と同じようにしたいなら、15分ぐらい、ちょっと、隣人に分かち合って、and, 3時からミスあります。So, よろしくお願いします。主よ感謝いたします。アメン。